はい、こんばんは。和ですよ、どうも、こんばんは。ありがとうございます。和でございますね。今日もね、放送してますけれども。もう今日はね、ちょっといろいろとやることがあって、仕事を休んでおりまして、明日、明後日また仕事あるんですけれども。さあ、楽しくね、今日も放送していきたいな。そう思ってるわけ。で、まあ、ちょっとね、先週の土曜日なんですけれども、私、川崎から帰ってきて、ちょっと仮眠を取ってからですね、挑戦したクイズがあるんですよ。東大王っていうね、まあ、クイズ番組が放送されてます、今ね。で、大人気だ。で、その東大王に、今度視聴者参加ができる回というのが放送されるんですよ。それで、その、東大王視聴者参加の会で、今参加者募集っていうのをやってると。ね。それで、土曜日の夜7時に、受付が始まって、僕1時間ぐらいで応募したんですよ。多分その、早い方がいいだろうと思ってさ、応募したんですけど、どうやらみんなね、全問正解してるみたいなんですよ。中絶水上くんは結局逃げ切ったんですか？早いんだよ。その話題ぶっ込むの早いんだよ。うん、正しい。いやー、注文だって。やっぱ頭脳王から来たやつって、孕ませがちですね。ね、河村くんといいね。水上くんといいね。孕ませがちですけれども。あるあるなってますけど、ね、頭脳王優勝者あるある。ピポーン、そういう感じです。さあ、そんな中ですね、まあ、今回、私ですね、まあ予選ね、挑戦したんですけれども、ちょっともうありえないくらいもみんなが全問正解してるってことで、もう諦めました。ということで、今日ですね、これからの時間はですね、東大王に予選で出題された問題をみんなで解こうじゃないかと、ね、いうところです。ちなみにさっきね、東大王のホームページ見たらですね、もう締め切ってました。31日までにメールが来れば、晴れて本選出場ということなんですけども、絶対ないんで、どん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 ね、やっていきたいと思います。まず第1問ですね。こちら。空欄に入るひらがな1文字をお答えください。というものですけれども、これね、なんじゃこらって思ったわけですよ。なんじゃこらって。で、僕は、結構、これ答えたの最後ら辺なんですね、実は。何回か見直したときに、あ、これ、12個あるんだってね、なったんですよ。12個あるもんなんだろうなっていろいろと思い出したんですよ。例えば、星座とか、例えば、干支とか。で、思い出したのが、12ヶ月なんですね。なんか12ヶ月なんかあるよなと思って。で、12ヶ月。これね、なんつうの、旧暦って言えんのかな、これ旧暦の名前なんですよ。わかります？旧暦の名前。ね。で、ポイントは、これ3番目のイなんですけど、弥生です。弥生。あとはよくわかんないですけれども、多分この流れでいくと12番目は、師走が来るんですよ。で、まあ、木とか木なんで、ここは最後の一文字が入るんだなっていうことで、師走の巣ですね。はい、正解。次2番。これもだいぶ後になってから答えましたね。空欄に入る漢字2文字を答えください。なんですけど、なんだこれ、海水が81ってなんだ、土地が63ってなんだって思ったの。全然わんねえな、つって思って。でもまあ、そうだなーって考えたんです。そしたら、これ、そうか、と。水とか土とか、水、土。そういえば水、水星、1番、水星、1っていうなったんだよ。ね。水、金、地、火、木、土、天、海ですよ。太陽から近い順に水星を1番として、
ということは、2に入るところは金星の金なんですね。で、地球の地が3番。で、4番が、たま、火ですね。火星の火ですね。ということは、5番は木なんです。木、金なんです。5、2になる。正解。多分これ正解です。3番。これね、なんだろうな。実はね、これ僕ね、分かってない。これ分かってなくて、4つあるんですよ。4つ。ね、E が、なんか。K が、T。K が K、T が T っていうことなんですけども、なんで最初の E が、ハテナなんでしょうね。なんかそこがちょっとね、分かんなくって。E、K、T 以外のものが入るのか。そういうことなんですよね。多分。そういうことなんですよ。ちょっとここをちょっと考えていきましょう。E、K、京都。違うな。E。だから、E と K と T なんだけど、K は K。K は T、T は T っていうのはちょっとよくわかんなくて、4つあるものを、なんだろうな、ね、なんだろう。教えてください。ヒント。E はちょっと後でにしとこう。遠近検定、遠近、キロ。じゃあ、キロじゃないね。グラムじゃないな。なんだこれ。他の人もコメントしてちょっとわかんないから。E。第7世代。ほう。第7世代。お笑いの第7世代ですか？え？なに?EXIT。ぺこぱ。第7世代って言いながら30代じゃないかっていう。なんだ？K は K。待って、第7世代ってヒントなんですかこれ。マジっすか ?E は、待って、これどういうことなんだろう ?E、エロ。T、K、K。K は、江戸。江戸、足利、室町。違うな。江戸だったら徳川だよね。E。E、K、T。E、K、違う。K イコール T。K は、東京。違うな。今日、K。キロ。キロは、キツネ。キツネじゃない。第7世代に引っ張られてんだよ、どうしても。なんだこれは。K。K ねちょっと待ってくれよ。何これ。今んところ誰もわかんない感じですよね。ちょっと飛ばします？ 4 番いきますか？ 4 番は、これもね、ちょっと僕ね、ほんと最後の最後まで出てこなくって。この4番、E5、G5、5ってなんだこれって。小意、中語、大事とか思ったんですけど、最後の5だけめちゃくちゃ大きいんだよね。これもう全然わからなくって。実は。知り合いにヒントもらったんですよ。これ。これが表しているもの自体は、よくひらめき問題とか法則クイズで出てくるんですよね。ああ、なるほどなと。そしてこれは6個しかないんです。6個しかない。6個。E、5、G、5、5なんです。この、ハテナに入るところは、何かってことなんですけど、イはね、丸なんですよ。
5は丸の中に穴が開いてんです。字は丸なんですね。5はまた丸の中に穴が開いてるんです。で、ハテナと最後の5は穴は開いてない。まあ、ただの丸なんです。わかります?これは何でしょうか?これ僕はちょっと、もう本当にヒントもらわないと無理でしたね。ちょっと当たり前っちゃ当たり前なんだけども、これ出さないといけないって言われるとちょっとわかんなかった。そうです。火です。火。これ何かっていうと、いは1円玉ですね。1円玉小さいからこのサイズで書かれている。5は5円玉、ちょっと1円玉より大きいからこの5です。書かれている。字は、それより大きいから字って書いてある。50円は10円玉より小さいからちょっと小さめに書いてある。で、500円玉が一番大きいから大きく書いてある。だからこのサイズで火なんですって。難しいね、このクイズね。やばむずですよ、これ。次。5問目。空欄に入る数字をお答えください。1は1、2は0、3は2、4は0、5は1、6はハテナ。これ。これはね、これは、何のこっちゃって思ったんですけども、僕は適当に何かを思い浮かべてきたら、合ってたっていう感じでしたね。たまたまそれに適応した感じでしたね。さあ、どうだ?これは、どうでしょう?皆さんご存知ですか?これはですね、これ僕の考えですよ。多分合ってると思うんだけど、英語で書くんですよ。1を英語で書くと1、2を英語で書くと2っていう感じでやって、その中にさ、E がいくつあるかっていうことじゃないですか。多分そうすると、1だったら1でしょ ?3 だったら THREE だから2個でしょ。だから6は SIX だから0じゃない?多分。そういうことじゃないの?うっかり1って書いたりしてな。多分そういうことだと思うんですけど、これはどうでしょうか?次行こう。6番。空欄に入る漢字一文字をお答えください。それしかない。そうですよ。多分そうだと思うんだよ。E の数だと思うんだよ。そうするとあの数字でぴったり合うから0で合ってんじゃないかなって思うんですけど。次。の、点々点、先。愛、点々点、高、こう。で、香り、点々点、はてな。っていう文ですけど。なんか僕もね、なんかの県の関係なのかなと思うんですけど、違うのかな?長崎県とか愛知県、愛媛県。でも、のから始まる都道府県ってないよね。長野とかいうこと。でも、その長野にしたら、この二つ目の愛がおかしいことになっちゃうんですよ。何かの頭文字、もしくはお尻の文字だと思うんですけど、なんだろう、野球、違うか。愛。空欄、なんでしょう。香川の次は、神。違うか。のって何?のって。長野だったらわかるよ。ちょっと違うんだよな。愛。愛知。青、だから、そうすると、のがおかしいことになるんだよね。のから始まる、長野だったらまあわかるんだけど、
長野、長崎。愛知、高知、香川、神奈川。いいんじゃない？いいんじゃない？それ合ってるんじゃないですか？香川、神奈川。要はその、でも石川か。石川だな。能登崎が違う。そうか。長野、長崎。多分だから、二文字目なんだよ。二文字目。そうか。長野、長崎、愛。多分そうです。だから、二文字の漢字で都道府県、ね、都道府県を二文字の漢字にして、ね、長野だったらば、頭に長をつけるということができる都道府県はもう長崎しかないから、長崎で長なんで。で、愛知だったら今度お尻に一文字、地をつけることができる都道府県というのは高知しかないから、高なんで。で、香川と考えたら、これ神奈川だと3文字になっちゃうから、2文字目に川が入る都道府県は石川しかないから石なんだ。そうか。そういうことか。ということですね。なるほどね。そうか。だから頭文字とは限らないってことなんだね。共通点があるっていうことでの点々点なわけだね。ほうほう。なるほど。続いて。いきましょう。これね、7問目はね、僕はとりあえず一通り50問全部見終わってから、2週目で、これはあれじゃんっていうふうに思いました。さあ、これ何でしょう？お答えください。どうぞ。これはね、これは、あれだよ。一文字だと男なんだけど、二文字だと女性になると。で、しかもその、二文字目が人とつくわけですよ。ということは、なんとなくここにはアルファベットは入らなそうだな。っていうのはわかるじゃないですか。ね。漢字じゃないかな。という、そういう予想を立てて、何、いくつか当てはめてみたら、これだと、なりました。そうですね。夫ですね。夫。男だと夫。女だと夫人になるから、夫という字が入ります。正解。人増えてきたね。ありがとうございます。次。8番。これはね、割と即答でした。僕の50問の中で最初に埋めたのこの問題でしたね。なぜなら、東大王の過去問だと思うんですよ。確か過去問だったはずです。さあ何でしょうか？ A、ね、A に同じ漢字を入れる。ただし A は、ひっくり返ってますね。これ何でしょうという問題ですね。ひっくり返っても漢字になる漢字ということですね。そうです。これは、自由、乾板。ですね。こういうことになります。ありがとう。黒板、目白黒板じゃないです。違います。自白か。自白黒板。違う。逆さまの意味ですから。これ。アルファベットの A がそのまま逆さまになってるので、自由。ね、この U という字を、この上下反転させると、甲板の、この、甲子園の甲の字になるわけ。だからこの自白黒板だと多分ね、これ別なんですよ。多分 A、B になると思うんです。アルファベット A、B に。で、A と B は反対の意味の言葉ですみたいになると思います。でもそれがないということは、今回は自由と乾板であるということですね。9番いこう。9番。9番、これは何ですか？これね、分かってない。確か分かってないよね。3は A、5はなんとか、6は他、9は合う。てか、1、2、3とかあんのかな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9とかあんのかな ?0 もあんのかな ?9 番は過去問だったので見覚えあったと。ほいほい。3は A。A。3。5。3っていう字は、
うん、でもちょっと違う。漢字とか関係あるのかなとか。6は、四角の数とかかな。だとしたら、合うっていう字が一つしかないもんね。四角がね。東大王の本を買わなかったツケがここで出てきましたね。参ったね、本当に。いやーでも、それでも俺40問ぐらい正解してると思うんだけどなー。それダメなんですかね。全問正解しなきゃダメです。甘えるな。ヒント、ヒントちょうだい、ヒント。うん。これはなんだ?あー、なるほどね。はいはいはい、そういうことか。知らなかったら一生わからないと思います。6が他っていうのは電源ってことかっていうことが、なるほど。わかった。今わかりました。皆さんわかりましたか?これ知らなかったら一生わからないですね。確かにそうですね。これ調べて、ああ、これかっていうのがわかる。ああ、今わかりました。僕は調べなくてもわかりました。これですね。ベートーベンなんですよ。ベートーベン。なるほど。5番運命。そう、運命だ。いや、これはダメだ。全然わかんなかった。今この話聞いていろいろ聞いて分かった。そうか、ベートーベンのね、交響曲第3番英雄、6番田園、9番合唱付き。だから5番が運命の運。なるほど、これは過去問ですね。いやー、だからこういうの答えられないとダメですね。玉置浩二、コーチ。残念でした。残念。次。10番。山が6、川が、木が1、森が1って俺、これ都道府県のあれじゃないのかなって思ってて。森は青森しかないよねっていう。木は栃木しかないんじゃない?ちょっと山はちょっとパッと出てこない。山形。など。そしたら香川、石川、神奈川かな。てかこの10番が分かってたのにさ、なんでさっきの問題にしちゃったの。なんでさっきの問題を俺は放棄しちゃったんだろうな。もったいないな。うん、だと思います。そうですよね。川がつく県の数だと思うんですよ。神奈川、香川、石川だね。三つかな?四つ?三つ?いったと思います。次にしましょう。次。もういい。11番。空欄に入る数字をお答えください。これね、これも知り合いに、こういうのすぐ都道府県疑うような。そうですね。定番っちゃ定番なんですよね。都道府県の、その、島がつく数とかね。川がつく数、そういうのよくありますから。だからちょっとそれは僕は割とそこはすぐ答えれたかなって思うんですけど。11番、これ僕知り合いにヒントもらったんですけど、絶対出ない。絶対出ないよ、これ。そもそもこれは調べないとわかんないっすよね。うん。まあ、アメリカ、韓国はわかるとしても、南アフリカ6は、調べないとわかんないっすよ。いや、国際番号じゃないです。国際番号アメリカ1番ですからね。うん。これは、ワールドカップの最高順位。僕もね、それを疑ったんです、最初。なんで南アフリカとか乗ってんだって話じゃないですか。ブラジルなんだって話じゃないですか。でも、そうすると韓国おかしいなとか、優勝とかしないしねとか。法則はなんとなく分かったけど、ブラジルの数字が分からず検索しました。そうですよね。検索しないと多分これ出てこないんです。なんかの施設の数、施設じゃないんです、これ。ちょっともうちょっと、ちょっとやってみましょうか。答えを聞けばなんとなくなんですけども、うん、ヒントの出し方がすごく難しい。多分ヒント出したらね、すぐ答えられちゃうんですよね。どうしよう。オリンピックに関するとか、まあまあ、オリンピックで絶対に見るんだけれども、オリンピックとは直接関係ない。日本は2。あー、もうそれ言っちゃった。日本は2です。そうなんですよ。日本は2なんですよ。じゃあ、ブラジルはいくつなんだよっていう。
日本が2で、アメリカが3で、韓国が4っていうね。順位ではなさそうじゃん。アメリカを上回ってることはまずないじゃん、日本が。自殺者数とかじゃない。そんなんじゃないです。高い山じゃないんですよ。日本は2で、中国も2なんですよね。どうでしょう。これ聞いて、そうかーってなったね。なるほどーってなったんですよ。これはねー、皆さん。いやー、マジでこれ。フランスは3ですね。アメリカと同じ3ですね。っていうやつです。どうでしょう。山じゃない。施設じゃない。出ました。国旗の色の数です。国旗の色の数。だから、ブラジルは、緑、黄色、青。なのかな？白使ってないよね。ブラジル国旗調べますね。多分、ブラジル国旗っていうか、ブラジルって書くとさ、絵文字になるんですよ。白もあるね。4色かじゃ。だそうです。これ調べないと出ませんよ。まあ、調べて答えるような人は東大王には出れません。日本と中国言われりゃいいけども、日本と中国書いたら速攻でやられちゃうから、この4つなんですよね。しょうがないな。12問、いきましょう。空欄に入るカタカナ一文字を答えてください。で、こ、ね、か、の、お、ろ、はてな。これは、これも知識ですね。もういいでしょう、知識。どうでしょう。これは、知ってないと出ないです。知ってないと出ません。もう早いね。デンマークはコペンハーゲン。はい、そうです。ということは、国と首都ということですね。そうですね。そうなんです。ノルウェー、オスロ、ネパール、カトマンズ。ロシアはモスクワということでしたね。はい。これむずいね。ちょっと待っていいですか？ここちょっとまだ答えれてないのが一つあるんですよ。3番。ちょっと人が増えたんで、ちょっとこれもう一回行きましょう。3番。空欄に入るアルファベットをお答えください。教えて。教えてこれ。わからんのよ。E イコールハテナ。K イコール T。K イコール K。T イコール T。これなんだ？3番は県関係だと思います。都道府県？ T は東京しかない。K は43あるよ。そんなでもベタベタな問題は出ないだろう。県関係な気はするよね。確かに。4つ、都道府県。ねえ。愛媛県、高知県、徳島。出た出た出まし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 た。そうだ。高知、徳島、香川、愛媛だよ。四国だ。徳島県徳島市、香川県高松市、高知県高知市、愛媛県の県庁所在地。愛媛県、松江だ。M だ。そうか。なるほどね。松山だ、松山。そうだ。なんで急に松江ってのが出てきた？島根じゃん。松山です。松山？松江？松山？どっちでしょう？パニック。松山坊ちゃんスタジアムの松山だよ。愛媛県庁所在地。どうぞ。愛媛県の県庁所在地は松山です。松江は島根県でしたね。失礼しました。ありがとうございます。出ました。OK。次行きましょう。13番目。これね、僕ね、さっきのやつが最初に出た。これ2番目に分かりました。2番目に分かった。なんじゃこれはと。都道府県、そうですね。都道府県大事ですね。まず都道府県から疑って、国とか広げてみることが必要なのかもしれないですね。
そっかそっか。13番。ここはね、もうすぐパッと出てきたんですよ、これ。パッと。こんなに共通して入る二文字ないんですよ、これしか。ああ、もういいヒントですね。そう、そう、13番分かった時嬉しかったですね。茶ですね、茶。おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャチャチャ、チャチャチャ、おもちゃのチャチャチャというふうに入ると。おもちゃのチャチャチャの歌詞であると。いうね。これが、まあ、気持ちいいね。気持ちよかったね。うん。気持ちよかった。次。14番。これはなんか割と謎謎っぽい気はしますね。うん。これも早めに答えることができました。なんじゃらほいと。いうところですけども、これはですね、これは、旅館は、泊まるなんですよ。泊まるなんです。扉は閉まるなんです。ね、貯金は貯まるとかいうふうに考えたら、これ方言は、なまるだから、ななんですね。なです、これ。そうです、なです。皆さん、お上手ですね、皆さんね。素晴らしい。さあ、ここですよ。次、15番。35はも、30はま、25は何だろうっていうことですけど。なんじゃろうね。なんじゃろうね、これ。3515。違うなぁ、つって。35。とかさ、掛け算を思いつくのよ。え？の。25はの。の。これは、ウィキペディアで35のページを見て、35に関する事柄を片っ端から探して分かりました。へぇ。なんだろうね。なんか、総理大臣とか、そういうところに行き着くのかな、つって。僕調べました、今。今調べました。平沼喜一郎。じゃ違うね。35代大統領ケネディ、違うな、アイウェオ順の25番目がのなんです。そっか、アカサタナハヒフヘホでマ、ま、んアイウェオカキウケコサシスとタシスと何ゆえのハヒフヘホハヒフヘホまは30。あれ？あ、な。はひふへを。31になっちゃうよ、まは。31になっちゃう。30番がま。1234567891011121314151617181。あいうえお順じゃなさそうだね。35と30と、25の3つの数値で定義されているもの。35、30、25。3つの数字。え？え？ 35、30、25。あ、わかりました。わかりました。はい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 。わかりました。答え言っていいですか？答え言っていいですか？そうか。35と30と25しかないものがあったわ。言いますね。35っていうのは35度のことです。35度は猛暑日です。30度以上真夏日です。だから25は夏日だよ。な。うわー、わかんねーよ、こんなのちょっと。そうか、3種類しかないわ。なるほどねー。猛暑日、真夏日、夏日ね。あー、こりゃすごいわ。よくわかるね、これ。すごい。今言われて初めてわかった。3種類しかないわけだね。これも過去問だったみたい。あ、そうですか。いやー、すごい。大雨雨降ってる。マジか。大雨。折りたたみ傘持ってこない。しようよ。風呂入る、風呂入る。あー、そっか。いや、これはちょっとダメだ。わからなかった。これはね、本当に。で、次、16番。これ、マジね、難しいです。法則問題っちゃ法則問題だけど、いわゆるこれまでみたいな、
都道府県とかそういうやつじゃないんだって。ヒントで教えてもらったんですけど、お豆に聞こえて、マジでお豆、こちらも雨です。すげえ雨降ってるみたいじゃないですか。まあ、天気予報を見るとなんかね、確かに雨は明日降りますよとか書いてあったけど、今日からもう降ってたんですけどね。佐渡だ。どうしようかな。難しいな。これね、もうちょっとあの皆さんの分かんないと思うんで、といきなり法則、規則性の問題なんですよ、いきなり。これ何だと思ったらですね、これいろいろと教えてもらって、ああ、そういうことかっていうふうに分かったんですけども、多分これ、あの、10秒、20秒で分かんないです、これ。うん、10秒、20秒で出てこないです。そうですね、区切りがヒント。なんで、5つに区切られているのかっていうことを考えるんですよ。5は6。506、2913、418、7314、6はてな18なんですけど、なぜ区切られているのか、そして、どうなのかってことなんですけど、ちょっとこれも答え言いますね。いいですか？いや、で、これさ、あの、言われないと絶対わかんないよ。メンサとかに出るような問題だよ、これ。いきなりこれが来たよ。いや、まあ、あの、日本の5大会のメダル数とかそういうのじゃないんです。もう全然違うんです。その、いわゆる何かの数じゃないんです。言いますね。これは、左からね、その、1、2、3、4、5なんです。どうでしょうか。じゃあ、あの、その5の上にさ、1列目だから1。2列目だから2、3列目だから3、4列目だから4、5列目だから5って書いてみてください。どうでしょう？ねえ、なるほどなと、これ。いやー、本当にちょっとね、どうでしょう？なんで1列目、2列目、3列目、4列目、5列目なのか。そうすると、なんてことはないものが出てくるんです。出てくるっていうか、ああ、そうだなと。もうさすがにそこまで言ったら子供でもわかるようにはなりますよね。これはですね、あの、要は、何列目、二つ、上の二つの数字。例えば一番左だったら5と0じゃないですか。で、左から1列目だから1。1円でも意外と何でも買える説。サビ泣き選手権。前やってましたよね。おはようございます。どうも。今、東大王の予選の問題を解いてます。もう締め切っちゃったんでね。どんどんやりましょう。いやー、これはね、1列目、5足す0は5。それで1列目だから1を足して6。そうなんですよ、ね。列の数字も足すんです。だから2列目だったら、2列目の2足す、この数字の2足す9で、11足す2だから13。4足す1は5。5と3列目だから5足す3は8。4列目は7と3。10足す4列目だから4足して14。で、5列目だから6足す5列目だから11でしょ。で、11足す、これが18になるやつだから、18-11だから7ですねっていうことなんです。いや、これ俺無理。こんなのわかんない。これはちょっとダメ。これはこういうの考えなきゃ出ないです。パッと出てこない問題です。残念。17番いきます。17番はこれはなんとなくわかるような気がするんですよ。ちょっとこれ、いかがでしょうか、皆さん。Silver, Gold, Widow, Target, Tea, Oyster, Rainbow,ですね、これはね。そう、あ、濁点を抜く。いいですね。濁点を抜く。これは、そうですね、シルバーは日本語に直すと銀。銀のこの濁点を抜くと金になるので、金をアルファベットにしたゴールドとなる。
窓。ね、窓、点々で書くと的。だから、的を英語にしてターゲットということになるから、レインボー、虹、西。だから、西は、ウエストですね。ウエスト。イーストエンドプラスユリじゃない方です。ウエストです。ということになります。これは知ってるかどうかっていうのもちょっと大事ですね。はい、どうも。あ、はい、早いな、早いな。空欄に入る言葉。音は音、穴は穴、秋はイカ、嘘はという問題ですけど、これはですね、それぞれのこの音という字をですね、アルファベットローマ字に書いてください。ローマ字で。音は OTO。これを逆から読むとまた OTO になる。秋は AKI。逆に読むとイカになる。IKA。嘘は USO。なので逆から読むと OSU。オスになると。いうことですね。ここもね、割と早くできたんです。さあ、これです。19番、森田城島。いや、もう森田城島に引っかかるともうダメですね。違います。これは、まあ、要は6つあるものですよ。6つあるもの。で、6つあるもの。そして、どうでしょうか。ここまで来て都道府県がすげえ重要だなっていうのが分かると思います。答えてみてください。森田城島。方。木じゃない。木じゃないんです。ぽいけどね。服ではないです。そうですね、これ、東北なんですよ。でもこの規則で入るものは服でもないし木でもないんです。ああ、いいですね。はい、出ました、出ました。そうですね。これは、東北にある県の二文字目なんですね。後ろの文字なんですね。青森の森、秋田の田、宮城の城、福島の島、山形の方だから残りは岩手だから手なんですよ。ははは、二重問目だと思ってた。二重問目木ですね。そうそう、それが思い出せないっていうのが、まあ、この東大王のひらめき問題ですよね。本当に。じゃあ、ちょっとこれ、そうですね。じゃあ、引き続き、20番目。さ、お、き、はてな、あ、あ、しですけども。7つあるもの。7つあるもの。答えは、きですか？なんだろう。なんだろう、ちょっと考えるわ。ヒントください。いやー、そっか、やっぱりこれわかんねえなー。さっきの真夏日とかな、夏日とかな、知ってはいるんだけれども、こう数字で出されるとわかんないっていうね。三重県だと、あの次に、さがあるやつ。これは答えたやつかな、もしかしたら。これわかりました。これわかりました。わかりました。これはわかったっていうか、多分ね、答えは正解書いてたんですよ。これ、言いますね。これはですね、七福神じゃないんですよ。そうそう、そうそう。あの次に、さがつくのありますね、ありますね。これは、なんだろうな。この、はてなより左は過去ですね。はてなより右は未来ですね。ね。はてなより左、ね、一番左が、のさが古いね。あ、出ました。そうです。今日の木ですね。先、おととい、昨日、今日、明日、明後日、しあさって。だから木。あ、そうそうだ。思い出した。これは書いたと思います。うん。です。次。21本。これはね、直感で僕が行きました。直感2がね、そうですね。21番。そうですね。もう早かった。ワージルリで山の名前っつったらもうこれはね、知識問題です。これは、ラシュモア山というね、アメリカの有名な山がありまして、そこには、これまでのその、4人の大統領の顔が彫られてるんです。その山の名前ですね。ラシュモア山。マウントラシュモア。でした。もうそれ以上何でもないです、ね。
22番これもね教えてもらいました。俺は出なかった。ギターおつるギターだ、これはギターだ。なる東大王で鶴って言ったらあいつかって思ったら違うんです。で僕小田急線の沿線に住んでから鶴って言ったら鶴川って思った。違う、鶴瓶じゃない。これはね調べないと出ないです。僕の知識にはちょっとなかったって違うんだよな。毎年見てます。芦屋雁之助、本当そうですね。芦屋雁之助ぐらいしか出てこないよね。駅じゃない。僕も駅だと思ってたんですけど、駅じゃなかったんです、これ。この矢印がどっちの方向にも来てるんですけども、あーはー、うまいなー。出ました。この矢印は一方通行なんです。駅伝、そう。箱根駅伝の中継所なんだって。で、ここに入るのは、だから大手町、鶴見、ほにゃらら、平塚、小田原、で、芦ノ湖なんですけど、僕すっかりここ出てこなくて、戸塚なんですわ。芦ノ湖、確かにこれ、芦ノ湖ぐらいしかないよなと思ったんだけど、ちょっと俺パッと出てこなかった。戸塚かと。これはむずい。でも言われてみればそりゃそうだわ。それしかないわと思ったね。まあ足はもう限定されてきますからね。確かに。23番いきます。1はば、2はも、3はなんとか、4はつ。なんだっけな。1番、1、ば。ばも、ばもつ、ばもつ、ばもつ。これ答えたっけな、答えてないっけな。ちょっと今ノートがね、手元にないから。答えたか答えてないかがわからないっていう。これ何ですか？モルツ。まあ大学生にとってビールはね、必須科目ですからね。うん、モルツ。バー、モー、モモ、ババ、バッハ。あ、それら、バッハ、モーツァルト、バッハ、モーツァルト、ベートーベン？じゃ、ツはなんだ？ツはなんだ？ツ、ベ、なんかベな気がするな。でもなんでベなんだ？ 4 番ツはなんだ？ツーベルト。シーベルトだね。シーボルト。シーベルトはの単位だから。放射能の単位になっちゃう。これも過去問を調べたかった。なんだこれ。1番がば、もも、つ、しつ、シーツ。一番。あ、これも知らなきゃわかんないパターン。1号は、第1回受賞者。知らない。第2回。なんかの第1回とかなのかな。だって、1番が和だったら、まあ、ワシントンかなとかわかるけどさ。知らないよ。1番が和。ちょっとわかんないですよ、それ。初代が和から始まる人。そうですね。あげましょう。バックトゥーザフューチャー。バンドエイジ。なんだ？バーモンド。バーモンド州のこと？バーモンド州？何？バーモンド何？むずいなぁ。これなんだこれ。2億円。で、バンドエイジじゃないか。バンドエイジじゃないか。違うで。確かにもうモルツ球団が出てきちゃうんだよ。大沢親分出てきちゃうから。違う違う。調べよう。ヒントがなヒントが。1、ば、2、も。1、ば、2、ぼ。3、つ、
1バー2モーで調べるとね、東大王の予選が出てきます。これが出てきちゃうじゃない。世界で1番なのがバーです。世界で1番なのがバー、エベレスト。あれじゃない？世界一深い湖はバイカル湖とかじゃない？どうですか？深い湖、世界の深い湖ランキング。これだろ。そうだろ。そうでしょ。3位知らないよね。ランキング、ランキング。見ますね、見ますね。1位、バイカル湖。2位、タンガニーカ湖。あ、違うじゃん。違うじゃないか、これ。3位、カスピ海。違うじゃん。じゃあ何なんだよ。違うじゃねえか。あーって驚いたの返せっつね。なんだ、俺バイカル湖かと思った。違うんだ。1位が、世界で一番なのがバ、中国。違うな。中国語とかじゃない。バ、バル。1位がバ、1位がバ、1番なのがバ、1番がバってなんで。みんな1番バ、2番モで調べてんだよ。だから、だから東大王のこの予選のページが先頭に来ちゃうんだよ。本当に。難しい。ちょっとこれ、教えて。教えてください。もうちょっとわかんない。ダメ。わかんない。教えて。きっとここにいる人が本戦出るんやで、これ。うん。世界で2番目なのがモで。あ、そう？もっと考えさせてくれな。じゃあまだ言わないで。これがわかったら、これがわかったら言うけど。なるほどね。来た、正解が出ました。そうだ。小さい国ね。そっか。なるほど。2番がモナコで、3番なんだろう。ルクセンブルクとかかな。小さい国。と言ってもわかんないんですよね。ランキング。どこ？大変です。世界の3番目の小さい国。ナウル。わかんないわかんないわかんない。無理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 。ナウルだから、ナだって。無理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 。これは無理です。知らん知らん知らん。無理無理。調べないとわかんない。無理無理。3番目、ナウル。次はね、わかりました。これはさすがにわかります。これ。もうこれ答え言っちゃいますね。これはですね、これはノーベル賞の部門ですね。文学賞、科学賞、生理学賞、物理学賞、経済学賞だから、あとは平和賞の平ということですね。23めちゃめちゃ難しいな、おい。改めて難しいな、23。なんだこれ。はい、25番いきます。しかじははてな。俺、これ答えたかな。ちょっと待ってね。やっぱノート見なきゃダメだね。23番も過去問なしです。ああ、そう。いやいや、これでも過去問にしては相当むずいぞ。25僕答えれてないですね。し、か、じ、は。しむらけん。加藤茶。いかりや長介。中本浩二。高木部。ダメじゃん。ダメだな。志村と加藤でやったって思ったけどダメだね。5つ。五臓六腑。ああ、そうだね。心臓、肝臓、腎臓、肺。ね。あとだから、膵臓か。合ってる？合ってるな。なるほど。臓器か。脾臓か。脾臓、膵臓は違う。脾臓、脾臓。そうだね。やっぱりちょっと知識が俺には足りないからな。脾臓だ。脾臓ですね。膵臓ではないね。膵臓は五臓じゃない。六腑の方か。次、26。枝、ビベ、フジ、なんか、7個。これが、そうですね。これが七福神ですね。恵比寿大黒天、毘沙門、弁天、だから、
十郎福六です。ですじゃない、補定、補定の補。逃走中のハンターアンドレイドなのにマスクするの。マスクしますし、グローブもはめますよ。手袋もはめますよ。ね、ハンターです。ハンターだけれども、ハンターだけれども、ちゃんと走るスピードは調整しますから。あの、大物とかはやっぱりこう、ね、ラグビー選手とかは長い距離を走らせたいので、あんまりすぐには捕まえません。ちょっと調整して何百メートルとか走らせたところで捕まえます。補定です。TBS 名物補定でした。27番、あるものの配置です。これはね、なんじゃろなって思ったんですけど、もうひらめきましたね。パッとひらめきましたね。うん、だからこれ9つなんですよ。9つなんです。こうやって書かれると分かんないよね。キオスク。キオスクね。あの、関東だとあの、ニューデイズになってますけど。キオスクじゃないです。これはあるものの配置ですね。うん。まあ、厳密にはこれの下、これの下にもね、あるんですけども、まあ、この配置だと9つになりますね。うん、で、このハテナには同じアルファベットが入ります。真ん中の O ってのがヒントなんだろうな。まあそれしかヒントないよね。ヒントらしいヒントがそこしかないんだよ。どうですかね、これ。いやー、難しいもん。やっべえな、本当に。これはですね、O は O です。O は O なんだよ。物の配置というのがヒントです。そうですね。配置なんですよ。あるものの配置。O は、O ですね。これいいヒントだと思うんです。どうでしょう。いやこれはね、O、そうなんです。O、O は O なんですよ。お、お、そうですね。FFFF。いいですね。あ、出ました。将棋。そうです。将棋です、これ。真ん中が O ということは、じゃあ、ハテナのところに何が入りますかということですね。さあ、何が入るか。そう、FFFFF は一番下なんですよ。ということは、このところは銀だから G が入る。そうです。正解でございます。ありがとうございます。さあ、ということで、28はね、過去問ですよね、これね。これは覚えてる、俺。チェスかと思った。あー、チェスだったら、K ですか。キングの K で。隣が Q ですから。実は、だから、チェスだと対象じゃないんです。頭脳までも出ましたね、この問題。28。ああ、確かにそうだって、これ、過去問っていうのは後から思い出したやつですね。でもなんかでやってたよな、なんかでやってたよな、つって思ったら、そうだ、これだ、というふうになりました。で、4がつくということは、4がつくものが2つ合わさって、これになるっていうのは、どうでしょう。お、来ましたね。半世紀。つまり、四半世紀。25年じゃないですか。四半世紀足す四半世紀は半世紀50年になるっていう、こういう考え方なんだというわけなんですね。はい。はい。行きましょう。29番。29番 STS、なんとか TS。これはですね、なんでしょう。6つなんですよ。6つしかなくて、6つあるもので、しかもそれが同じ順番でぐる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 回ってるものですね。ちょっと一回確認しておきますね。よいしょ。さあ、なんだろうか。
ああ、T、はい。お、出た。さあ、ということは？ということは何ですか？ということは、どういうことなのか。仏滅の B、出ました。そうですね。これですね、順番が決まってて、釈光友引き、旋風、まあ、先負け旋風ね。で、仏滅、大安、釈光じゃない感じですか。戦勝か。戦勝友引き、先負け仏滅、大安、釈光みたいな。こんなんですかね。だから仏滅の B になる。必ず B になるそうです。はい、次。実はですね、私ですね、これ以降30番から50番までは全部答えました。なので、こっからはもう僕はもう優越感に浸りながら言います。みんなそうで、俺がそうだったらみんなそうなんで。いきます、30番。春イコール A、夏イコール Y、秋イコール Y、冬イコールハテナ。なんでしょう。なんだ。なんだろうなーっていうことなんですけども、これね、イコールっていうまずに、ね、やるといいんじゃないのかなっていうことで、春は A、夏は Y、秋は Y、冬はハテナっていうことで、あ、出ましたね。これさっきやってましたね、春はあけぼの、ね、夏は夜っていうことで、秋は夕暮れ、冬は勤めてということで、これは T ですと。ということでございました。次、31番ね、前から読むと体にできるもの、後ろから読むと女性が着るもの、この3文字の言葉は何か答えください。急になんか謎謎みたいになりましたけどね。ちょっとね、ニキビ、ビキニですね。そうそうそう。さあ。次。ニキビも終わりましたね。国名をお答えくださいなんですけど、僕この左のこの四角が空欄じゃなくてなんか白紙かなんかに見えたってます。白引く金、なんだこれってなって違うんだよ。イヤホンあるか。イヤホンですよ。イヤホン。はい。さあこれね、まあ、金なのは分かるじゃん、パスタも分かるじゃん。これは何かと申しますと、これはこの国マイナス金イコール、これはパスタ、パキスタン、そうです、パキスタンです。白い国旗はないですね、これが空欄だったらハテナにしてくれよって思うんですけど、でもハテナにするとなんか国際問題になるんですかね。わかんないけど。次、はい、これです。次の問題はこれだ。タンタンパキスタン、どうでしょう。これですね、なんつうかな、これは等式をお答えくださいなんですけど、別にこれ計算式じゃないんですよ。ね、計算式ではない。じゃあこれは何だということなんですけども、これは午後3時15時、そうです、そうなんです。1番に5、2番に字を入れると午後3時イコール15時になりますということでした。はい、34番、1から9の整数を2つ書き込んで答えが20になる式を作りなさいなんですけど、これはさ、なんとなくわかるでしょう、これ、ね、この紙の中に
1から9の整数を2つ書き込めというわけじゃないですか。ね。これはもう、はい、書いて。はい、書いて。斜めに4と5、そうですね。斜めにこれ書いたら 4×5 になるよっていう。誰もこれをプラスとして使えとは言ってないということでございます。4×5 で20だねっていうことですね。まあ、比較的簡単な問題が続きます。なぜなら僕ができたから。はい、次のマッチ棒を1本だけ動かしてできる施設を答えなさい。なんじゃろうって思うでしょ？マッチ棒クイズだからまあ1本動かすというのは定番ですけれども。これ見方が大事ですね。視点が大事でございます。これは、逆さまにしていただいて、そしてこの、今この3ってところのですね、真ん中のところ、これを動かしますと、SCHOOL になってスクールになるということですね。はい。36。玉ヘッド、中カントリー、白バック、イガ、ムービー、とこは何でしょうかということなんですけど、これはね、法則性の問題の中でも、なんとなくはこれはわかるんじゃないですか、これ。頭がヘッドだな。カントリーはわかんなくても、バックは後ろだなっていうのがわかると、これは、あいうえおという言葉をそれぞれの頭の文字につけると、男はマンになる。男3つで、とどろき。車だよ、それ。車3つで、とどろき。はい、次。37番。いやー、車3つで、とどろき。とどろきさん、最近 YouTube 出てますから。さあ、37番。これはね、これはいいですね。うん。額が1って書いてますけども、紐が2、演じるが3っていうのやってますけども、これをどうでしょうか。これ、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 これ。緑のイコールって大事。いや、緑はね、別に関係ないです。緑関係ないです。緑は関係なくって、でもちょっとヒントが出しづらいんだよね。確かにこの学ぶって漢字は1だな。紐って字は2だな。っていう感じですね。なんか、で、ああ、確かにこれ当てはまるっていう感じで続くんですよ。しかしさっきのナウルめちゃくちゃ難しいな。何度もおかしいだろう。4じゃないです。ちょっと待って、4じゃないよね。よいしょ、ちょっと待ってね。確認するわ。俺は違うと思った。ね、違いますね。お。ということはどうですか？どうでしょう。えとが入る。そうですね。これ漢字の中にえとが入ってるんですよ。学の学ぶっていう字の中にはネズミのねが入ってるから、これ1。そう考えると、これ酒という字にはこれ鳥ですね。酒っていう字の部首も古鳥ですからね。これ三髄じゃないんですよ。10番。10番目ですから、10が正解です。38、空欄に入る国名をお答えください。これね、イムがフランスってのはなんとなくわかるじゃないですか、これ。じゃあなんだよって話ですけど、多分これで合ってるよね。合ってます。ひらめき問題あるあるですね。そうそう。はね、この、38番。イム、カタカナでイとムやると仏じゃないですか。仏、フランスって仏、ね、漢字で書いたときに仏から始まるじゃないですか。一文字で表すと。ということは、カタカナのカとロ、つまり加えるっていう字で
始まる国ですよ。それがどこかっていうのが分かれば、それを答えればいいんです。どうでしょう。カイロ、カイロじゃないんです。カイロもそうなのかな。ちょっと調べてみます。カイロ、漢字。カイロ、漢字っていうと、あ、違いますね。カイロはね、改める手字なんだって。違いますね。七面鳥ではないんですね、これ。もうそれを調べないと分かんないですね。僕はなんとなくこれじゃないかなって書いてるのが当たってたんですけど。七面鳥じゃん。今どこの話をしてるの？カナダです、これ。カナダっていうのは加えるって字から始まるんです。カロはカナダなんですね。うん。よござんす。次。39番。これもなんとなくわかるんじゃないですか？ね。39番。網。あ、七面鳥、そうですね。これは網は、なんで軍隊かっていうと、アーミー、そうですね。この文字の2番目と、その4番目に伸ばし棒を入れる。アーミー、アーミー、軍隊。粉、コーナー、角。幅、ハーバー、港だから、滝はターキーで七面鳥ってことになります。3連続ストライクは多分不正解です。英語じゃダメっぽいですもんね。七面鳥ですね。次。40番。これですね。これね。これは直感ですよ。直感。これはパッとひらめきました。僕は。パッとね。これ森永、5箱。そうなんです。ダースです。これマイナスじゃないんです、これ。伸ばし棒だったんですね。5ダースは60ということでございました。次。41番。これもね、ひらがな一文字だから、入れてみりゃいいんですよ。あから。あうかあいん、いうかいうん。かき、くうかくいん、けうかけいん。効果イコールコインなので、こですね。そうです。次、42番。わきくけこ。なぞなぞっぽいですね、これ。これ、なぞなぞだろ、まさに。こういうの、ね、こういうのをください。100問ぐらいください。かきくけこのかが、わになってるので、香川です。そうです。さあ、終盤になってました。43番。F は H。これはね、この後半20問の中でちょっと苦戦しましたけども、ああ、そっか、これそうじゃんって思ったんです。ね、F イコール H。F は H。ということはどういうことかというですね。これもまあまあ、ベタっちゃベタなんでしょうけどね。僕ちょっと抜けてましたわ。F。まあでも、フィコール H。フィコールしってちょっとそれも僕も考えたんです。そんな言葉ない。F は H なんです。ね。これがヒントですね。どうでしょう。ふうふうく、つまり、F、F イコール H ということは、F は H なんです。和ってなんだってことなんで、これは、どうでしょう。F、何々は H。何々はってどういうことなんですか？これ、英語のなぞなぞですから、つまり、これは何だと。答えが出ませんね。
F とは何か。これは F、ヒント、ヒント。ヒントは和です、和。F は H です。F は H。英語で何々はっていうのはどんな文章なのか。何々は。ね。これはペンです。This is a pen. これは、F は H。F は H。フロアでもない、階でもない。F は H。この問題の答えは何でしょうか。あ、出た出た出た、フィッシュ。そうです。F is H なんです。だからフィッシュなんです。F イコール H。つまり F は H。F is H。だからフィッシュ。ということなんですね。OK, OK。いい調子ですよ。続いて。はい、これ何でしょう。今やってるのは44です。44。ふとぶとろなんですけど、文字の大きさが違うなっていうところですね。これもね、割と僕は早かった。瞬殺ですね。どうでしょうか。いやー、ちょっと、いや、ちょっと、福袋、早いね。早いね。そうです、これ。く、ひらがなのくが、不等号の記号に見えるわけですね。そうすると、福袋と読めるということでございます。45問目。この文字が表す日本の遊びは何かお答えください。ね、ヌダース。俺も思った。ヌダース。だから被るよね。僕もヌダースだと思ったんですよ。でも、ヌダースって遊び、僕やったことがないんですよ。うん、ヌダースって遊びないんだわ。今のところ。今のところ日本にないんだ、そういう遊び。俺は結構早い。あ、目の付けどころがいいですね。ぬじゃねえという。はい、そうです。これ、すごろくなんですね。これ、ぬではなくて、ね。双子のふたですよ。これが6個あるから、すごろく。という。すごいですね。俺もヌダースは通ったからね。そんなことはないんだよ。日本の遊びだっつって。次、46。Two kings on now。これね、俺、あ、もう早めに来たから。無双シリーズ。無双シリーズ。すごいな。現代にな、そんな謎謎に出てくるようなもんじゃないです。ヌダースダメだよ。ぶっ壊れる。わかるわかる。お、早いですね。Two kings on now。これ、ことです。漢字で書いたときに、上に王が2つ来て、下に今が来るから、つまり今の上に2つ王が乗るから、ことです。次。次の A、B に、反対の意味の言葉を漢字を入れて三字熟語を完成させてくれる。これ過去問ですよね。テレビでもやった気がします。これどうでしょう。お、早い早い。古新聞。そうですね。古新聞ですね。はい。古い新しいを入れます。48番。はマイナスもイコールか。朝日新聞。押し紙問題がね、こう叫ばれておりますけど。は、マイナス、も、イコール、か。あ、いいですね。今、僕はいいヒントを出しましたね。は、マイナス、も、イコール、かです。は、マイナス、も、イコール、かです。いいですね。これは、あ、もう答えですね。これね。は、これマイナスは伸ばし棒。も、イコール。これイコールは2ですね。なんで、ハーモニカということになります。カタカナでハーモニカ。ハーモイズカ。ハーモイズカです。ハーモニカ。
モニカです、これ。サンクスモニカでした。ありがとうございます。よいしょ。よいしょ。モニカ。吉川晃司の曲ですね。はい、次。次、49番。ウヘ。イラスト屋ですね。さあ、いよいよフィナーレが近づいてまいりました。ウヘ。もしくは神奈月。むしろ神奈月。さあ、どうだ。ウヘ。しかもこれが二字熟語っつうんだからさ。驚きですよ。ねえ。ウヘ顔女王。聞いたことないです。そんな日本語を。ウヘ顔女王。ウヘ顔は、これは安全。そうです。正解です。安全出ました。これはですね、まあこれ、下の絵は姫ですね。姫。ウとヘをカタカナにして、その下に姫を分解した女と、あの、タツオミのオム。ハモ、ね。タツオミのオミです。あん、王か、王だった。ごめん、女王だった。女王。ごめん、ごめん。女王。姫。姫じゃない。女王。安全でした。はい。最後。50番。木が母。女王の救出。なんで、ね、マヤミキですね。母。か、すだ。これ最後ね。最後割と。優しめの問題で終わったのかなって感じですね。これですね、木がね、ボケとかわかんないですよね。でも南だとなんかかって言ったらかぼちゃですかね。ムチ持ってる人だったら安全様。天海祐希です。ダメだな、俺本当に。天海祐希だ、本当だわ。そう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 。天海祐希で、そうだそうだ。これはですね、ヘチマのヘですね。西のウリでスイカ、南のウリでカボチャ、糸のウリでヘチマ。だから頭文字のヘということになります。いやー、むず。これ全問正解する人は確かに東大王の本買ってる人だよね。むず。何がむずいってさ、もう。びっくりするよね。こんなのわかんねえよ、バカ野郎ってね。この子23ですよ、とにかく。いやー、これはダメよ。こら、楽しいですよね。うん。今回この50問ともこういったひらめき系の問題ではあるけれども、知識は絶対いるからさ。やっぱ面白いですわ。こういうのやって、うん、やっていこうっていうね。もう僕らの中でいるかな、全問正解してる人って。東大王は知識に入れてるからね。これすごいっすよね。23番、本当にこれ、多分ネプリーグとかさ、その高校生大会とか、ああいうのだったら出ると思うんですよ。こう広い国が出るのはまあわかるじゃん。でも狭い国も出るなっていうのはわかるじゃん。OK、バチカン、モナコ、ナウル、ツバル。はい、覚えましょう。今日このタイミングで覚えましょう。これきついわ。パッと見て押せる人を集めたいんです。そうなんですよ。調べて答えるような人はダメなんですよ。パッと見て。だから俺はさ、あの、さっきの、ほら、30も、35もとかさ、これはなんとなくその、きちんと聞いて分かったけどさ、見た瞬間に、あ、これもうこれしかねえわ。夏海の名だわ。つって分かる人を呼びたいわけです。そうじゃないと勝てないっすよ。東大王には。最終的には東大王と生放送で早押しクイズやるんだから。ここは東大王やめてクイズ違和感やりましょう。いや、ほんとだよ。違和感。こう、漢字がね、パチンコのやつみたいに、ブワーって流れて。ピポーンつって。牛たすシャツは到着。漫画出す実は観客。うさぎ出す車は果てに当てはまるのは何？ああ、これわかるよ。これわかるよ。知ってる。
こういうのちょうだい。違和感情 TBS もこの TBS のあのでっかいモニターにさ、TBS の横にあるさ、赤坂ブリッツのモニターにオリジナルの違和感情バンバン出してさ、やるとかしましょう。この夏、この秋の新ドラマのタイトルがこうブワーって出てくるの。で、ノブのパチンコ演出が出てくる。それ許可取ってんのかっていう演出が、ね、出てくる。そろそろこうバジリスクあたりは来るかなと思ってます。ありがとうございます。ということで、今日はですね、この東大王予選問題に挑戦してこう玉砕する放送をお送りしましたけど、まあ、また頃合いがあって新しいね、そういった企画があったらちょっと参加してみたいなと思います。激アツ得点2倍じゃー、軍が来たのに外れるっていうのはねクイズ番組ですか。ということで、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。素晴らしい番組です。東大王は素晴らしい番組です。松丸くんも見よう。ありがとうございました。ノブもういいってね。ありがとうございました。